ンの話。大きくて特別でうまかーなその姿にうちはずーっと恋しとると。プロデューサー、今何時？よか、恋は取材やし。エッセイ？そういわ、楽しそうやね。ばってん、うちエッセイなんて書いたことなか。学生の時も机よりも台所に向かってる時間の方が長かったとよ。ん？記念すべき第1回やもん。お？プロデューサー、もう食べ終わったと？早かね。取材に付き合ってくれて、うちのこと待ってくれて、プロデューサーは大きかーって。プロデューサー、そがん見られたら食べに行くかー。プロデューサーの謝るとこじゃなかよ。それよりもありがとう。こうやって取材付き合ってくれて、うちのこと待ってくれて、プロデューサーは大きかね。うんうん、パッテン、あんまり待たせるのも悪かけ。うちも冷めんうちに急いで食べるけんね。映画の話、ロマンチックで優しか物語に、うちは恋をしてしまったと。お別れの時です。だって私にはあなたに恋をする資格など。
ていう感じで、相手の男の人には言い名付けろって主人公は身を引こうとするとよ。そいでもう遠くに行こうって鉄道に乗ろうとしたら、男の人が追いかけてくると、男の人が呼び止めると主人公が振り返って、そこでポーンって時計台の鐘が鳴るとよ。汽車も時計台の鐘もロマンチックで、やけんそのシーンがうちのお気に入りばい。そいでね、次のエッセイはその映画の話を書きたかったけど、映画を見とらん人にもちゃんと伝わるとかなって、あらすじとかも書いたら文字数が足らんってなるし、この前のちゃんぽんはみんなに馴染みのあるものやったけん、うん、そうばい。え？そうやろか。プロデューサーのおかげで評価記事の書けそうな気がする。やけん次のエッセイも期待しとってね。アンマンの話、甘くてふかふかであったかかーの姿にうちは恋をしそう。うちずーっと肉まん派やったとけど、あんまんもよか。え？これあんまん？プロデューサー、うちのことよう知っとるね。アンマンもよか。そいでうちはプロデューサーの気持ちがあったかかも。ありがとうねプロデューサー、いただきまーす。あ、うまか。プロデューサー、アンマンってうまか。初めてではなかとけど、ばってん今日のあんまんは特別にうまか。あの日以来よくあんまんを買ってしまうようになりました。っていうんは記事には書けんけど、うん、次はあんまんの話やね。ふかふかであったかか。わーん。プロデューサーお疲れ様。
食いしん坊って思わんとってね。わ、プロデューサーはうちのためにそのアンマンバー買ってきてくれたと。そういうことやったらプロデューサーの気持ちば無駄にするわけにはいかん。うちがちゃんと食べるとよ。うん、ちょうど次のエッセイにアンマンのこと書こうって思っとったけん、こいも取材ばい。イルミネーションの話、数えきれんほどいっぱいの光に包まれたまぶしか世界。そんな景色にうちは恋をしとるとやろか。プロデューサー、付き合ってくれてありがとう。バッテン、本当に良かったと？イルミネーション、うちと。うん、取材やもんね。綺麗かね。うち、まぶしかもんが好きばい。こうやってキラキラーって。お、ううん、プロデューサー、うちはアイドルやもん、当たり前ばい。わって、そがんことを言ってくれるプロデューサーの方がずーっと。くっ、お、お、お、ありがとう。待って、うちまだどんなことがこうって決められとらんとよ。やけん、もうちょっとだけ取材続けさせてもらいたか。あ、うん、うちもちょうどなんか飲みたかって思っとった。そうやね。そんなとこは。お、まだ寄り道してもよかと。うちは大丈夫。お店どこがよかやろ。プロデューサー、お疲れ様。うん、用事ってほどでもなかとけど、レッスン終わって寮に帰るだけやけ、プロデューサーおるとかなって。そうやね、ちょっとだけ話していってもよか。ありがとう、プロデューサー。うちは言ったとよ、ジョージばったらしなく来とるからって。そしたらね、そしたらなんやったっけ。
ちょっと、ちょっとだけやけん。急いでね。次のテーマは、何やろ。次は、うちの。起きたーって、優しくーって、あったかかーって、まぶしかその人に、うちは、もう、ずーっと。恋ブランケット。うちいつの間に、プロデューサー、ブランケットありがとうね。あの、うち変な顔して寝とらんやった？そう言やったらよかって双眼じっくり見たと。全然